くことはいいことだ。何ここ、草にしか興味を持ってない。ちゃんと散歩してるって感じやわ。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみ伊豆シャボテン動物公園のトム・クルーズと申します。はい、今日はですね、ヤギ散歩第2弾ということで、特別なゲストをお呼びしてですね、この伊豆シャボテン動物公園の園内を散歩していきたいと思います。今日の相棒はですね、海ちゃんです。女の子です。お願いしますって。あ、偉いじゃん。すごいね、偉いね。海ちゃんもご挨拶できましたので、今日のゲスト、待っていこうかと思いますので、しばしお待ちください。海ちゃん今日ゲスト来るって。なに。よっしゃ、じゃあ行きますか。はい、早速始まりましたヤギ散歩、まあ、第2弾ということでね、はい、こちらがね、本日の特別ゲスト、はい、自己紹介お願いします。はい、加藤です。やばい、うんちしてるよ、めっちゃめっちゃうんちしてるよ、ほら。相棒はリカちゃんです。リカです。リカちゃん、リカです。リカちゃんと加藤さんで今日はね、ヤギ散歩ということで園内ね散策してまいりたいと思います。もうね、見てください、金剛インコには目もくれないっていうね、何か目的を持ったかのようにね。あ、なんかいますね、いっぱい人がいます、います。では早速ですね、はい、従業員第1号。あ、おいで、おいで。まとめちゃう、まとめて呼んじゃう。この動画はヤギ散歩っていうね動画を今撮ってて、あ、そうそうそう、あ、見ていただきました、どうもトム・クルーズです。あれで、この子は海ちゃんで、リカちゃんだったっけ。リカちゃん、リカちゃん。リカで、なんで皆さんをここに集めたかと言いますと、なんか喋ってほしいなと思って。難しいことをおっしゃいますね。とりあえず、まあ自己紹介ね、名前と何担当してるかっていうのをちょっとざっくり。一宮です。リスザルとバードパラダイスの鳥などを担当してます。コオロギトモキです。担当は猿や小動物を担当しております。吉川隼人です。今は担当はしてないんですが、いろんなところの業務に回って、いろんな勉強させてもらっています。はい、次。はい、次。はい、酒井です。植物担当なので、ちょっと動物ではなくてサボテンだったり園内の樹木の担当をしています。マイクをどうぞ。はい、いろんな人の自己紹介してもらいましたけれども、はい、じゃあ次行こっか。葉っぱ食っとるぞ。そう、落ち葉しか食べない。海ちゃんは食べへんの。海ちゃんはパパ食べへんのっけな。ちなみにさ、リカちゃんはどういう性格。どういう性格、うん、自由気まま。あ、自由気ままなの。こんな感じ。好き。そうやな、我が道を行くって感じよね。もうね、草にしか興味を持ってない。いいやん、かわいいね、リカちゃん。多分それを取られるのが嫌なのか。何でも食べるけど、水は嫌みたいな。あ、そうな。絶対あのぐちょぐちょのところとかは、うん、通る、ジャンプして通る、意外と綺麗好きなんや。意外と綺麗好き。みちゃん、さあ、モアナはさ、橋を渡れんかったよね。こっちから行く。ほら、行こう、じゃあ。橋は怖いんか。橋ちょっと怖いんか。けど、海ちゃんはさ、どうでしょうかということで。渡れるな。リカちゃん、渡れるの。渡れるし。あ、余裕？余裕。お、海行けるやん。あ、いいね。なんか、ちゃんと散歩してるって感じやわ。さあ、どっちから行く？どっちから行きたい？こっちだ。あ、こっちやって。まあ、基本的にヤギがね、道を決めてくれるということでね。誰かいる。あ、誰がおる？はい、うちのエース。ちょっと自己紹介をお願いします。鳥居と申します。今担当してるのはバクとかラマとか、はい、あとパンダヤギも担当してますね。ありがとうございます。お忙しいところ、じゃあお仕事頑張ってください。ありがとうございました。すいません。はい、じゃあ、鳥居さんって。鳥居ちゃん、すごい。実は鳥居さんは担当してたんでね、海ちゃんと仲良しなんですね。久々会ったな。ありがとうございます。
あらあら、こんにちは。前回も捕まったね。前回も捕まりましたよ。なんか増えましたね、コラボ企画ということで。ロックアデンと、そうそう、仲良しの。今はここのタッチデズーという場所の動物たちを管理してます。で、この子はフレミッシュジャイアントっていう種類のウサギの伊藤ちゃんっていう子を今日光浴しがてらブラッシングしているところです。かわいいね。はい、はい、ありがとうございます。はい、いいえ。ヤギ散歩。ヤギあるあるか、なんかあるかな。飼育員あるあるの方があるかな。朝コンビニ行くと誰かと会う、特にこの人。え、ああ、ファミリーマート。そうそうそう。お、今ちょうどまた彼が山嵐のところの掃除を、ああいう感じで。海ちゃんお仕事してるで、さっきの吉川くん。無視や。おーい。そして海ちゃんのね、歩くスピードが速くなりました。初めて来た。あ、でも海初めてかも。ね、うん。だからそもそもだってね、うちの耳長ヤギたちはあんまり園内散歩せんへんからね。うちもしないけどね。まあでもあれやね、夏休みとかね、イベントでヤギ散歩ねしてたから、うん、あ、もう帰れるの分かった。お家だって。海ずんずん行くな。いいよ、ずんずん行くね。意外と歩いてくれるんだ ね。海ちゃん今日ここでリカちゃんとはお別れやで。リカちゃん帰りたない言うてるわ。行けばね。あ、嫌みたい。帰りたないの。あ、一緒に帰るの。来るか、こっち混ざる。一緒に帰んの。海ちゃんほら、ヤギ立派な角やな。ブエーブエーブエー、うまくね。ブエーブエー。なにここ。海ちゃんこっち行ってみようや。富士山見えるかな。海さん富士山ないわ。どっか行った。それより違うのに興味あるな。雲がめっちゃかかっとるでや。興味ないな。そっか、山見てな。食べれるわけちゃうしな、山もな。いい子やわ。どうした、車来たな。引かれるでお前、その先々言うたらって。行こう。えらいな、歩くことはいいことだ。リバーが見とるで、お前どこ行っとったんやっていう顔で見とるで。ほら海帰ってきたで。お疲れ。今日歩いたな。はい、本日はですね、特別ゲストをお迎えして、ね、ヤギ散歩をさせていただきました。加藤さんと、リカちゃんということでね、園内を楽しくお散歩させていただいたんですけれども、まあこんなね、コラボ企画初めてで、バンダヤギと、耳長ヤギとね、珍しいコラボということで楽しかったですね。どうでした今日。意外に面白かった。ボキャブラリーな、ね、皆さんがもっと見たいよっておっしゃっていただけるんでしたら、またね、加藤さんと一緒にできるかもしれないしということで、楽しかったね。はい、リカちゃんも楽しかった。いいね、久々にこれからね。楽しかった、運動になったな。では本日はですね、この辺でありがとうございました。ありがとうございました。